過去は振り返らない。暴走した、いいのかなこれやっちゃっていいのかな、皆さんこんにちは、バグ占い師の内藤寛です。真面目なジオンズです。はい、全然真面目じゃないね、相変わらずね、バグ占い師とか言っちゃうね。はい、今回ですね、前回の動画を見て、結構あの皆さんからの反響でですね、あったものを今日はちょっとやろうかなと思ってます。早速 DM の方を紹介します。内藤プロこんにちは。こんにちは。とんでもない集大をお腹を抱えて笑わせてもらいました。はい、ありがとうございます。はい、ピラミッドの壁のメッセージは知りませんでした。ぜひとも他のデータベースも何なのか調べてください、というのをですね、こちらレフト兄弟さんからいただきましたけどもね、やっぱこのピラミッドの壁のメッセージ知らなかったっていう人結構多くてですね、初めて知りましたっていうことが多かったんで、まあ、他のも何なのか知りたいっていう人が大勢いるので、今日はね、そのじゃあ他のデータベース何なのか調べてみようじゃないかということでね、やっていきますよ。いやー、でもね、とんでもない集大を晒しましたね、前回の動画ではね。本当にもうあの階段にはやられたよね、ほんとね、全然わかんなかったよ。だいたいもう30何年前の話ですからね、一個一個のマップなんか覚えてないですよ、もう。そりゃ、ほんとに。ほんとに開発者なんですかっていうね、話もありますしね。これでもほんとなんですよ。プログラム組んだんですから、これ。僕が。忘れるんですもん。過去は振り返らない。でも35年も経って、なんで大体デバッグしてんだっていうね、本当ね、本当に。どんなアフターサービス ?35 年も経ってアフターサービスするものなんかないでしょ、これ本当に。いや、もう本当でもね、初めての気持ちでやるっていうのが楽しいよね、やっぱね。分かってちゃ面白くないから。あ、セーブしなきゃいけないからね、一回ね。みんなも本当に分かってた、あれ。ね、半分も、いや、もっとの人多分覚えてないでしょう。なんだっけと。そうだそうだ、そういえばそうだったっていうふうなこと言ってんでしょ、本当は。やっぱプレミア配信するとこうチャットが流れるから、そこでさ、もうなんか皆さん温かく見守りながらいろいろ言うよね。ね、世界中の歯はあの捨てりゃいいとかさ、本当にさ、いちいちリセットしないでも。そういう、そうなんだ。みんな詳しいな、ドラクエに関してね。はい、セーブしました。あ、もうこっからいけるね。ザザした瞬間に、ブレイクポイントかけて、前回の続きいく。最初の8A と3B をやったから、次は D3。D3 いきましょう。D3、早速 D3。はい、いきます、D3。お、またこれか、ピラミッドですよ皆さん。 D3 の B の5、え、あ、これはちょっと、これはちょっと本当にあの仕込みじゃないし、ま、マジです。 F がほら、これクリップをね、ずっとはめっぱなしにしとくとコントローラーが痛むから、一回収録終わった後外すんですよね。だからそれは収録する開始するときに忘れてることがあるということですよ。何だったっけ、 B の5、ここ、え、
これもなんか壁？お？ B の5、C の5じゃん。C の5ってここだよね。え？何これ？ないじゃん。え？ちょっと待って。マップ番号 D3、マップ番号 D3 の B の5。合ってんじゃん。なんだこれ？こっち向きか。これ皆さん知ってました？知らないんじゃないの？ひょっとしてここでこの扉のところでメッセージが出るっていうの、ほらねえ、ここメッセージでしたよ。ここもそうですね。数ある扉の中でここぐらいじゃないですか。ピラミッド謎多いね。へえ、知らんかった多分覚えてないだけだと思いますけど、次。お、D さん同じく6の9。6の9。6はもっと下か。下か。せっかくだからここ開けますか。扉ね。あの、もう吹っ飛ばさないで。ちゃんと画面きれいな状態でも行きたいですからね。どこだっけ、ここ。鍵って何？最後の鍵？最後の鍵あって、あって、ない。くそ。よし、あって、あって、ない。マジかよ。うん、八、九、あって、あって鍵あってない。うわ、こんな後ろの方？うわ、これなんかあんまり出したくないアイテムなんだよな。ないあんまり出したくないからすぐ閉じる。え、そうすると何？ここ？こんぐらい？こんな前？こんな前か？あった。よし、開けましょう。開けましょう。開くか？開いた！よし。で、なんだっけ？6の9。6。ん？まあ、全然違う。もっと上だよ。6。6。6の9。もう上？あ？ここか？ここだ！何これ？この石みたいなの何？棺？調べますよ。ほー。出ました皆さん、こんなメッセージがこれ流れんの、これなんかのヒントになってんのかな。まあピラミッドだからね、こういうのがよくあるんでしょうね。次。あ、ここずっと D3 だ。んで、んどこまで来た。次、5の C、 5の C、 5の C、 ここだ。あ、同じだ、同じことか。ほんとだ。あ、そうだね。その後の動作ずっと3が並んでるもんな。ってことはここか。そうだね。5の F、5の F あるもんね。5の F もある。ほんとは。6の12。6の12。あ、ここもそうだ。んで？右の方もそうか。これか。11の12、11の12。そうだね。ああ。8個あるもんね。なるほど。はいはい、これみんな一緒だ。よし。あ、これ皆さんでも、まあ、絵的に調べるかな、調べたのかもしれないね。ちょっとちなみにこの宝箱1個開けとく。ここだけ開けとこうか。何？なんか嫌な予感。まずかったんじゃねえのこれ。いや、まずいんじゃねえのこれ。あ、もう来た。はいはいはい、はい、すいませんでした。余計なことをしてしまいました。本当にやんなきゃよかった。早く、もういいから早く。いや、もうよしよし。ああ、もう、はい、はい、よしよし。ええー、
これ何、絶対逃げられないパターンのひょっとしてエンカウント、あ、そうっぽいな、戦わなきゃダメなのこれ、うわマジかよ、うわマジかよ、だってこれ強いでしょどう考えても。よしわかった、よしわかった、ドキュメントドキュメントドキュメント、相手の敵のヒットポイントわかった、うん、敵のヒットポイントわかった、そんなに強くなかったね、よし、しょうがない、一つずつ倒すか、ミストかやってんなよもう早く、これまたなんか笑われてる、なんとかすればいいじゃんみたいな感じで言われてる俺、やだな本当に、恥をさらす番組になってるよね、もう、はい、あと2人、あと2人、ミスじゃないっつうのも、16連射、16連打すると攻撃力上がるって知ってます？嘘ですけど、よし、あ、レベル上がっちゃったもん、もう結構上がるなこれ、もう、もうすいませんね本当に皆さん、ちょっともうしばらくもうちょっとお付き合いいただきます、もう本当申し訳ございません本当に、はいはいはい、どこまで上がるの、今いくつだった、あ、終わった、よし、8時ゴールドもらったぜ、よし次行こう、次 CF CF ザザした瞬間 CF、 よし CF 行きます、あ、違う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 、 CF、 はい行きますよ、お、またここ系、またこよ、 CF のどこだって、18の 0C16 の 0C16 だよ、一郎の 0C、 うわー、ここと、ここ、うわー、いかにもですね、いかにもですね、いかにもですね、調べますよ、調べますよ、何これ、ピルとかやめてよ、落っこちるとかやめてよ、いきますよ、いいのかな、これやっちゃっていいのかな、いいのかな、これやっちゃってよかったたのかな、次行きましょう、次行きましょう、次はこの間やったとこね、例のお墓ね、次8、ちょっとなんか微妙な空気感になってなったね今ね、一瞬ね、あれね、ちょっとどうなのかな、08行きます、いきます。これ知ってる。これ見覚えある。これも調べるで出てくるとこじゃん。調べるで出てくる階段シリーズじゃん。もう出ちゃってるよね。今、そこ、逆側から出たことになっちゃってんだ、これ。無理くりやったから。調べるも何もないね。でもまあ、ここは覚えてましたから。あ、ちなみに座標あってんだよね。ここのことでしょ、19の05、19の05、8っていう、これ一番上のビットがさ、8ってこんなにさ、Y 座標85なんてとこまでないから、その上のお墓もそうだけど、これ階段系だな。多分階段が出るんだよ。階段が出ますよっていうので、一番上の、ビットを利用してるんですね。座標ここまで必要ないから。いやせっかくだからちょっとご挨拶しときますかね、あのゾウのマーさんに久々に会いたいな
その説はね、いろいろお世話になって、長いことお付き合い していただきましたからね、真ん中に来る、来ないで、結局うまくいかなかったんだけど。これ今知ってますよね、皆さんね、今、上のボタンを押してるだけでっていう、前回の時もやりましたよね、あの時もね。上のボタンを押してるだけでいけるんですよ。これネタバレじゃないよね。ネタバレか。いやー、ああ、そうか。これそんな簡単にいけないのか。あの人たちを見なきゃいけないんだ。ね。その前に。ゾウのマーさん会う前に。ああ、そうか。まあ、じゃあいいや。ちょっとあの人たちにちょっと挨拶だけしておきますか。ゾウのマーさんまで行くのにちょっと時間かかるからね。今回の趣旨とは違いますから。あれ？あ、もう一個下か。趣旨と違うからね。あんまり余計なことしない方がいいから。本当に。吹っ飛ばしてきてるからさ。なんか変なことになっちゃうと困るんだ。おう。鍵もちゃんとありますよ。正統派で来てますから。どっちなんだよ。正統派でちゃんと行きますよ。どこだ。あ、この橋の先。いるかな。いたほら、いますよ、あそこで、あの二人。ずーっと揉めてますよ、長いこと。ほんと揉めてるね、相変わらずね。どこまで行くとイベント発動しちゃうんだろうな。ちょっとでも、まあ、あんまり、絡まない方がいいね。もう、ああいう、いざこざにはね。ちょっと、見て見ぬふりしよう。見て見ぬふり。ろくなことないから、絡むと。はい。次行きましょう。次行きます。はい。次は D0。D0 行きましょう。気を取り直して D0。はい。はい。これも ?10 の 1B。10の 9B だから 1B。あ、これも逆側から出てくる階段だ。階段か。まあいいか。まあどっかから出てくんだね。こっから出てくんだね。はい。もう調べてももう出ちゃってるから。ないね。はい。はい、次。18いきます。18。階段系、こんな結構あったんだね。お？これはさすがに調べる系で出る感じじゃないな。もともとあったな。調べる。どこ、これ、これ見てもみんなすぐどこどことかわかんの？すごいね、みんなね、本当に。ちょっと待って、どこだ。で、 1A の B だな。 1A の B、 もっと右、知恵もっと右か。あれ？もっと右。あれ？知恵、右行けないじゃん。あれ？どっか出んのこれ。また多分言われてんだろうな。あそこ、どこどこ、どこどことか、左とか、あそこから出りゃいいのか。あ、これって、あそこひょっとして、あれ？なんかこう、なんか嫌な感じするとこだな、ここ。あんまり、なんか、なんかのとこがあるよ。これよとして 1A の B1A の B 上。やっぱりそうか。やっぱりそうだった。そうだ、ここだった。あれね、回収騒ぎな、あわや回収騒ぎ。いいですか、この岩を動かしている最中にリセットボタン押しちゃダメですよ、皆さん。本当に大変なことになりますからね。はい。で、座標どこだっけ。 1A の B、 ここか。あ、もともと岩があったとこだ。そういうイベントがなんかあったんだ。そうだったんだ。それをちゃんとやってくださいよ。岩なんか動かしてないで。本当にいいですか。調べますよ。はい。階段ですよ。どこ行くのこれ。お、
なんか重要なのあんのかな。ちょっと上げとくのやめましょうね、やっぱりね。もうちょっと、もう怒られちゃう、怒られちゃうから、あんまりそうやると。はい、次行きましょう、次。75行きます。まずい、まずいよね、なんかね。何が出てくる。75どこ？お？あれ？なんか止まったぞ。あ？あ、範囲外なのか。範囲外なのか。いきなり出たところが、ほんでザザしたんだな。もう一回どうだ。これでどうだ。入った場所の X 座標、Y 座標っていうのも設定しなきゃいけないんですよ。その、なんていうの、街に入った時にどこに出てくるかっていう。それが、全然マップ番号だけで XY 設定してないからどこに行くか分かんないんですよね。だから変なところに行っちゃう。これは大丈夫じゃん。よし。だから今はうまい具合に行ったパターンね。4の 4-2 もない。ここもなんかのビットだな。 4-2 だな、これ。 4-2 ってことはもうこっちだ。 4-2 お、近いじゃん。お、 4-2、ここか、ここか。なんかある、こんなとこに。誰この人。で、誰この人。今の人誰。なんか偉そうな椅子に座ってたけど。お屋敷。何、偉いの。社長、 CEO か、これ。 CEO の家な。どこ、これ。今メッセージなんかおかしくなかった今。は？おや？なんかまずいことになってない？あ、これなんか名前が入るんだな、あそこ多分。でこれ吹っ飛ばしてきてるから、その名前を設定するタイミングがなかったから名前が出ないんだ。ここなんだ。何があんの？知ってます皆さん、ここ調べるで何もないのが。何もないよね、ここね。ちなみに一応全部調べとこう。みんなも昔こうやってたでしょ、開けてさ一個ずつこうやって。多分みんなも同じことやってるよね、30何年前に。何もないのかよ、ただ単に扉だけあってみたいな。皆さんと同じ気持ちでやっております。4-2だよ。そうだ、4-2。ここに何があんの。 4-2 だよね。いきますよ。おや、ない、なんかの、なん、あえ、また何かかよ。わかんねえ。わか、なんか書いたんじゃん、壁に落書きとかしたんじゃねえの。ここに。違う。こっち向きか。違う。違う。どこなんだ、ここは一体。どこだか教えて。ランシールとか言ってんな、本当に。縁起の悪いフレーズ言わないで。なんだ、ここは。ん？お、なんだここは。ビビアンちゃんじゃないの。あ、この人なんか知ってそう。一夜のユーザーとして遊んでしまう。なんだよこれ。全然どこだか分かんないよ。ひどい、こんなのあんの。ないよ。お、なんとか様は何なのぞえ。おじいさん知ってっかな。道具屋か。いやー、わかんないな、ちょっとこれはな、ノーヒントだな。もう このためにググるのもあれだしな。あれか、
分かっちゃった。ザザするポイントない。夜でしょ、じゃあ。夜じゃない。夜行ってみよう。一応、夜だけ試そう。夜だけ。ないのか。大丈夫かな。書いてて。夜になるまで歩こう。今、エンカウントしないから。時間大丈夫。時間大丈夫。あの右の方、ここのね、方なんかありそうだよね。ね。行かないけど。はいはいはい、夜になって。あんまり遠く行くとね、ここの場所を見失うと大変なことになるから。近場で夜にしましょう。よし。順調に夜になっております。そろそろか。いや、なんだろうな。いやいや、絶対夜だよ。絶対夜、さ、来た。絶対来た。何番だっけ ?75。絶対夜でしょう。絶対夜でしょう。ああ、どいて、どいて。入れない。ずらす。ずらす。ずらす。一個ずらす。そうすると、よし。お、いない。CEO いない。家に帰った。CEO。あれ、ここが屋敷とか言ってなかったっけ、さっき。さあ、調べますよ。ここで調べると出んでしょ。出ない。なんだよ。夜じゃないのかよ。なんかフラグ系かよ。わかんねえよ。わかんねえよ。わかんねえ。もうここでみんなにまた、なんとかですよとか、その前になんかしなきゃいけないですよとか言われてんだろうな、俺。なあ、ちょっとこれわかんない。出れないよ、出れないよ。行こう。あ、ちょっとこっち側がりかねダメか。やばい、だんだんめちゃくちゃになってきた。だんだんめちゃくちゃになってきた、もう。ちょっと、あ、この人なんか知ってんじゃない。いるのおかしいもんね、夜にポツンといるのね。また同じパターンか。あ、同じパターンだ。はい、ララララ、はい、わかった。で、また何言われんの、夜も言われんの。言われたよ。言われたんだよ。はい、はい、はい、って言うよ。はい。はいでも家でも同じだったのかな。あの階段どこに繋がってんだか気になるでしょ、さっきから皆さん。ちょっと行ってみようか。また趣旨と違うこと始めちゃったよ。6。ちょっと一個、見た目ずれますからね。見た目ずれてますよ。本当は今壁のとこにいますから。だからここ一個下でこの階段の、次で階段のとこに行きますからね。下に行くと。行きます。はい。止まりました。どこにつながるんでしょうか。あれ？暴走した。占いで決めましょう、もうね。怒られちゃうでしょ、これ。僕がじゃないですからね。僕の意思じゃないですからね。ドラクエ様がやれと言ってるからやるんですからね。